はい、皆さんどうもテントモです。有心ゲージの実況となります。というわけで今回なんですけども、儀式やっていきたいと思います。とある機体、僕が愛してやまない、この有心ゲージにおいて愛してやまない、最も愛していると言っても過言ではない機体、そう、この有心ゲージにおいてね、そうの機体がついに完全体となりました。なります。これからその瞬間をね、皆さんにお届けしたいと思いまして、はい、さあどの機体だと思いますか。ヒントは赤い点滅ね、赤く点滅してる機体、さあ何でしょうね。まあ、僕の配信をずっと見てくださってる方ならもうお分かりかと思いますけども、こちら、ガンダム試作1号機ゼフィランサス、ゼフィ我が愛機、ゼフィ、そう、この有線ゲージにおいての愛機はこのゼフィランサスです。僕はリリースね、初期の頃からずっと使い続けて、でかけらクエスト周回し続けて、でたまにガシャでポロッと出てきたり、2回くらい出てきた、でね、今4凸状態です。4凸カスタム11レベルマックス、熟練度マックスね、あと1つ足りない凸、それが今日ついに実ります。能力解放点滅しております。ドドン、来ました、ガンダム試作1号機の設計図、所持数125、必要数125、やりましょうかようやくね、まあちょいちょい僕話してましたけど、ガシャ動画ね、ガシャ配信の時、ゼフィーすり抜けいいよって、あと1回来てくれたら貫突なるからって、自力で行きました。いやー、待ち望んでいたよ。ゼフィーめちゃくちゃ強いからね、あの通常 UR 初期からいる通常 UR 機体のナンバーワンと言っても過言ではない、ナンバーワンナンバーツーっていうね、そんな強力な機体を今日今この時フルパワーパーフェクトゼフィーにしたいと思います。はいでは行きましょうね。本当に今日は能力解放するだけ、貫突にさせるだけ、そしてまああとはあれだ、ホーム画面で動かす、そんな動画でございます。ではお付き合いください。行きます。さあレベル4がレベル5になります。最強のゼフィランサス、ゼフィ誕生。来ました、能力解放完了、パーフェクトゼフィ。いやー、待っておりましたよ、長らくこの日を、この日が来ること、それぐらいね、有心ゲージだと本当ゼフィゼフィゼフィって感じでめっちゃ使っております。バトルラッシュも正直ゼフィ1体いればね、ほぼほぼ登れるね、すごい回復してくれるからね、うん、という、はい、まあもう貫突ということでね、パワーがみなぎっておりますはい、ではね、ホーム画面いきましょう。これがしたかった。はい、今は福くんですけど、はい、完了したモビルスーツがあります。はい、こちらでは、ドドン、いやー来たー、地上ね、地上いいね、結構なモビルスーツ宇宙ですけど、まあ V ガンダムか、 V ガンダムも地上、そしてゼフィも地上ね、地上丸宇宙×の機体なんですよね。ただ宇宙×でもめちゃくちゃ活躍することのできる機体、それがこのガンダム試作1号機ゼフィランサスということ で初心者の方とかね、結構あの適性悪いし微妙かなって思いがちなんですけど、そうじゃないって、うん、まあ僕過去に動画出しているので、そちらねご覧になっていただけたらなと思います。はい、ということで短い動画ではありましたけど、ついに悲願成就達成することができました。当面はね、このゼフィーをこのホーム画面に据えてね、有心ゲージやっていきたいと思います。ガシャもね、このゼフィーの力でね、これから来るハーフアニバーサリー神引きできたらなと思います。では今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。
また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオン。